はいどうも皆さんこんにちは、イサクトです。いつもご視聴ありがとうございます。今回はビジョンズワールドラスト新ベルトールにおいていたら難易度が劇的に変わるキャラ5選ご紹介していきたいと思います。セレチケで取れるキャラやそして今回のコラボキャラもいますので、ぜひこれを機会にゲットしてみてはいかがでしょうか。さあじゃあ早速紹介していきたいと思います。はい、まず1体目がバルト。今回最優先でパーティーに入れたいキャラクターとなっております。というのもね、できることの幅が広すぎる。でまずバルトのおすすめしたい点は防御デバフ 85% ができる、さらに火、水、風、土の 130% デバフが可能なところ、さらには命中デバフプラス機械キラーの 100% 付与ができるところ、もうバルトが今回本当にいるいないで難易度が大幅に変わってくるのかなと思いました。でさらに LB コストも2800で自分でマックスまで貯めれるアビリティも持っておりますと。もうね、自分で何でもできちゃう。ただ、チェイングループがね、基本的に結構珍しい形だから、青の波動とか装備してみんなとねチェインできるようにする必要はあるかなと思います。 50% の命中デバフが通常アビで何回も使えるのは本当にでかいなと思いました。まあ、ティーダなんかはスペシャルアビリティでクールタイムがあるからそんなにね連発はできないんだけど、このアビ隠したワイルドスマイルであれば何回でも使うことができるから本当に便利なキャラクターとなってます。いや、めちゃくちゃ今回バルトのいるいないで本当に難易度が変わるかなと思いました。続いてアバランチジェシー。まあ言わずも知れた防御デバフ 87% のデバフを持っていると、さらには全属性 120% デバフがあります。でさらにジェシーには、命中デバフの 25% デバフと味方全体に分身2回を4ターン付与できるキャラクターとなってますので、ジェシーもね比較的耐久にとってはおすすめのキャラクターとなっております。ただ LB コストがね育ててないと若干高めのキャラクターなので、 LB をねかなりレベルを上げる必要があるかなと思いました。マックスで LB コストが4000となるようなキャラクターとなってます。続いてはオニオン。動画でも紹介したけど、オニオンの、表の LB24 ヒットはホークアイとか、通常のチェイングループ1のトリプルと、フルチェインするようになってますと。でさらには、裏の LB でステータスの 85% デバフと命中デバフ 50% が3ターン使えるような形となってますので、オニオンもかなりおすすめなキャラクターとなっております。続いてアサシンシャドウ。シャドウもねめちゃくちゃいいよね。シャドウは何ができるかっていうと、防御の 86% デバフがまず可能なところ、さらにビハインシャドウで味方全体に2回の分身を付与できるところで、極めつけはこちら、命中デバフ 25% が4ターン使えるし、さらにはこっちを使うと、刀耐性デバフの 15% も入れることができると。だから、命中デバフは若干低めだけど、その分分身2回で補ったりとか、刀耐性デバフも入れられたりとか、パーティーの底上げとか、さらにはね、その耐久力の底上げっていうのも可能なキャラクター。で、自身が裏になれば、チェイングループ2なんかのアビリティの威力めちゃくちゃ高いものとなってますので、チェイングループ2のトリプルと3連させると結構いい火力を出してくれるキャラクターかなと思いました。サポートもしつつ火力を出せるキャラはかなり大事なキャラクターかなと思います。でラストはティーダ。ティーダはねこの中だと一番優先度は低いかなと思いました。ティーダが主にやってほしいことはやっぱこれ、命中デバフの 50% デバフと、あとは命中デバフの 25% で、その他ティーダはね今回水属性が弱点ではないから、もうほんと命中デバフとチェイン役っていう形かなと思います。あとはタクスがあるから、最悪 LB ゲージの供給役という形で使えるけども、優先度的には他のキャラよりは劣るかなというところで一番最後にご紹介させていただきました。なので今回いると難易度が変わるキャラクター5選はこの5人となってますので、左からかな、優先度的には左から順々に入れていくのがいいかなと思います。オニオンと、でもオニオンはそうだね、命中デバフ 50% があるからあれだけど、そうだね、左から僕的には優先度が高い、ティーダが低いという形で組んでいただければいいのかなと思いました。その他にもねちょっと分かんない点とか、こういうキャラクターはどうですかっていうご質問あれば随時受け付けておりますので、たくさんコメント残していっていただければと思います。最後までご視聴ありがとうございます。また次回の動画よろしくお願いします。それではさよなら。